急にね、最後叩き出しましたね。やっぱり、どうしたんですか。シフトレバーが短い方がいい。軽量化されたね。1トンぐらい。1トン。あの先っちょ1トンあった。レバーが短かったから調子よかった、ね。おお、悔しいな、また。2連続悔しいね、これ。何これ。何これ。3秒。3、4。これ最高どれ。34秒。100分の1、ここだ。あれ最後のやつ出なかった。あれ最後結構アグレッシブルだから出たからなんだけど。アグレッシブルやはやっぱし二人乗りの。二人乗りがいいんだ。守り神として毎月来てもらえるからね。自分で乗らなきゃダメでしょ。そう。じゃあ来月は上村父はまた運転するから。運転するね。で普通に乗らないとなまず。そう。で一週間に一回は来てもらって。で上村君は隣に綾乃ちゃん乗っけて走ると。愛、ね、の告白してください。やらない。やらないの。石川さんはレバーなしでいつも。いやレバーはつけようよ。レバーない方がいいね。レバーはつけようよ。じゃあいいよ。ハンデでレバーつけるわ。はいどうした。あ暑いっすね。暑いよ。暑いっすね。まったく。レバー下ろしてから厳しいもん。まともな目じゃダメなんだな。なんか結果がなきゃダメなんだな、きっとな。あ、やっぱり、ね、やつはパンクして左のタイヤパンクしてるし、あれパンクしてるしな。パンクプラスレバー折れてね。まったくもう、やられましたよ、また最後で。先月に続きて。悔しいです。悔しいです。悔しいです。そっか。まあ来月頑張ってください。来月もこのぐらいの方がいい。最後よく本当に。あごめん。今月またいじれないの俺。シフトレバーぐらい直してもいいよ。それぐらいなら許した。シフトレバーはちょっとね。ちょっとね。シフトレバー折れたシフトレバー。折れたシフトレバーこれです。あららこれ折れてます。これが早い秘訣か。